ラームさんこちは、ゆずひこでそれでは今回なんですけども、スマホ決済、キャンペーンまとめ、月曜からも夏の暑さに負けないキャンペーンが盛りだくさんということで、今週もやってきました。来週月曜から1週間で開催されるキャンペーンのまとめ動画ですね。来週からもうちょっとボリュームアップした感じでお得なキャンペーンが開催されていますので、サクッとお伝えしていこうと思います。 ということで今回もみんな大好きペイペイからですね。まあこちらは8月の若く PayPay ということで8月31日まで開催中11時から14時の間で飲食店、スーパー、コンビニで10%から20%の還元のキャンペーンが開催中です。そして PayPay ペペチャンスもあります。 あの、先日上げたペイペイチャンスの動画から、また当たらない現象が始まってしまったので、また面白そうな予感がします。ちなみに現在は7回当たってません。まあ、前回の記録の35回のペイペイチャンスの記録を抜けるかどうか、密かに期待しておいてください。次はこちら、セブンイレブンで開催されている3社合同のキャンペーンですね。ペイペイ、ラインペイ、メルペイこの3社合同キャンペーンということで、期間は9月の15日まで、毎週最大300円相当がお得ということで、ま、それぞれ101円以上のおしゃれが条件となってます。 ペイペイは100円相当が翌月の20日前後に還元されて l i n e イは毎週月曜日に100円引きのクーポンがもらえますそしてメルペイに関しては100円相当が使った翌日に還元されるということですね 次に D 払いですね。現在コンビニ限定のキャンペーンが絶賛開催中です。専用ページから必ずエントリーが必須となってます。で、こちら8月の31日までで、対象のコンビニはローソンやファミリーマート、ポプラなどですね。あと D ポイント、今回こちら20%の還元となってます。で、新定上限は 5000ポイントまで。そして、もらえる D ポイントは、期間、用途限定ということですね。で、D 払いに関連して、次に D ポイントなんですけども、D ポイントスーパーチャンスということで、こちらもエントリーが必須となってます。で、こちらは、実質最大3%の還元があって、こちらも今月いっぱいの8月の31日までです。そして、上限が1万ポイントとなってまして、こちらも同じく、もらえる D ポイントは、期間、用途限定ということですね。次に、楽天ペイです。こちらを楽天ペイに楽天カードを設定したら、期間中、 実質最大5%還元のキャンペーンの第2弾が開催中です。で、9月の30日までが開催中で、専用ページでエントリーが必須となっています。対象店舗で10%の還元も行ってまして、東急ハンズや杉薬局などでも開催中です。あとはムビチケの15%還元が9月の2日までなので、まあ、ちょっとですね、まだ映画を見たいという方はぜひムビチケット使ってみたらいいと思います。あと、この楽天ペイのメリットやデメリットについてお伝えした動画をこの動画の一つ前にアップしてますので、ぜひそちらも見てみてください。 次はメルペイですね。メルペイではドラッグストアのお得なクーポンが出ていまして、杉薬局の200ポイント還元、こちら9月の2日まで、そしてウェルシアグループで使える20%還元、こちらは9月の11日まで、そして松木用の20%還元、こちら9月の30日までとなっています。僕が住んでる福岡県はウェルシア薬局はないと思ってたんですけども、まさかウェルシアグループのお店があったので、今度ですね、初めてちょっと行ってみたいなというふうにも思っています。そうしましたら最後のまとめですね、ペイペイが10%から20%還元が今月いっぱいの31日 1> 1日まで三社合同のセブンイレブン100円還元が9月の15日まで D 払いのコンビニのキャンペーンは20%還元でこちら今月いっぱいの31日までそして D ポイントの3%還元であったり楽天ペイの5%から10%の還元そしてメルペイのドラッグストアのクーポンということですねそして少し下にもちょっとだけ書いてるんですけどもスマホ決済ではないんですけども今ですね実はクレジットカードのキャンペーンも激アツでまだ動画では紹介してないんですけども JCB の20%のキャッシュバックが始まっています あとは、イオンカードの最大20%キャッシュバック、こちらは25日からスタートします。そして、アメックスの家電20%キャッシュバックも開催中です。まあ、それぞれのクレジットカードのキャンペーンについては、対象の方やそうでない方もいらっしゃるので、しっかりとキャンペーンページ、ご自身のページを確認した上で使用してみてください。まあ、来週はスマホ決済含めて、クレジットカードのキャンペーンもかなり厚めな1週間がスタートします。今回の連休で、今日までがお盆休みで、明日からお仕事の方もかなり多いのではないでしょうか。まあ、僕もですね、張り切って動画を作っていこうかな と思いますので暑さに負けずまた月曜日からも頑張っていきましょうということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました